はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、うちの会社でやってること、量子コンピューターの会社って何やってるかっていうのをちょっと現段階で少し整理したいと思うんですけど、結構いろんな仕事やってるんで、結構大変だと思うんですよね。量子コンピューター業界で仕事したい人がどういう仕事が量子コンピューターの業界にあるかっていうのをちょっと理解してもらうっていうのが重要かなと思います。で、うちの場合ですね、1個目は量子コンピューターの教育ですよね。やっぱ始めたいって企業がものすごいんで、今はスターターパックといって、量子コンピューターのクラウドサービスをとコンサルティングサービスと、あとニュースを読みたいっていう人がいるんで、これ結構最近人気が出てて、このクラウドサービスとコンサルティングサービスとニュースを読むっていうプランですね。これお得なんで、かなり、スターターパックって企業向けに販売をしています。なのでこれ大体月額で合計で大体25、24万ぐらい月ですね。これでも昔よりはだいぶ安くなったんですよね。昔は量子コンピューターやるに年間5、600万から1000万ぐらいかかってたんですけど、これだともう300万ぐらいで、全部何の心配もないです。この契約書っていうスターターパックというのをやってます。で、その中に結構重要なのが、ブルーキャット SDK といって量子コンピューターのソフトウェア開発するためのキットで、これは結構変遷があって、最初はワイルドキャットっていう量子アニーリングというタイプを計算するタイプだったんですけど、その後 IBM たちが、ゲートっていうのを出したので、量子ゲート方式に対応して、で最近はちょっとまた技術革新があったんで、中身をガラッと変えました。ただ、SDK としては今までの機能を全部サポートして互換性があればいいと思うんですけど、結構これは問題にではならないですけど、使っている人からしたらバージョンアップすると前の技術使えなくなっちゃうと困るんですけど、ちょっとうちもしょうがないですね。これに関してはアニリングからゲート、ゲートから次の次世代ゲートっていう形で切り替えざるを得なくて、今次世代版ですね、最新版に切り替わってて、最新版の機能はかなり特殊な機能なんで、ちょっと、ゲートなんですけど、使いこなせない人の方が多いとは思ってますけど、もうしょうがないです。次の先取りですね。で、この SDK を使いこなせないんで、基本的には量子コンピューターのクラウドサービスということで、弊社がおすすめするハードウェアの方に乗っけて、パソコンからログインしてもらうと。そうすると誰でも使えるんで、チームでみんなで使えて、ファイルも共有できて、同じマシンなんで挙動も確保できて、かつクレジットも含まれてるんで、実際の量子コンピューターの方にも接続できるっていう、ウハウハプランですね。このクラウドがあると、ソフトウェア開発キットだけじゃなくて環境が一式全部手に入るんで、ブルーキャットクラウドっていう形ですね。これ月額税込み11万なんですけど、もうちょっと安いプランも作ろうかと思ったんですけど、最近ですね、結構流れがあって、ハードウェアの方も、これはディープラーニングと一緒ですね。ハードウェアを結構金払わないと計算ができなくなってきちゃってですね、なんでコモディティ化して簡単な計算を安くできるんですけど、最先端に行こうとすると、最先端じゃなければ月5万円ぐらいで十分です。ただ最先端に越すと50万、100万って月、もう桁が全然再現ないっていう感じですね。で、あともう一個は、量子コンピューターはちょっとでかい、あんま使えない、数がないっていうことなので、小型の量子コンピューターを今作ってます。どれくらいのサイズかっていうと、冷蔵庫1個分ぐらいですね。なので家庭用冷蔵庫1個分ぐらいって結構ちっちゃいんですよ。今の量子コンピューター多分家庭用冷蔵庫4個分ぐらいのサイズがあると思う。で、家庭用冷蔵庫の1個分ぐらいのサイズに収まるような、最新型の量子コンピューター、これもまだ市場に投入されてないんで、ちょっともう気が早いんですけど、うちの場合次世代型の版ということで、おそらく国内外だと2027年ぐらいが現実的なんですけど、最新型ですね。で、冷やす温度もそんなにすごい低い、低いんですけど、めちゃくちゃ低いってわけじゃなくて、でしかも製造も、今までの量子コンピューターよりは絶対作りやすいはずですね。なので小型化ができるっていうタイプですね。そうするとサーバーセンターでいられるんで、もうちょっと流行るかなと思っております。で、あとはクォンタムバレーですね。とにかく仕事が多くて、最近もう溢れちゃってるんで、
誰かもうやりたい人を探すしかないですね。で、量子コンピューターのベンチャー企業でちょっと大儲けしたいとかまあちょっともう渋谷で生き生きしたいっていう人がいたら、渋谷コンタンバレーっていうのを立ち上げたんで、まあ、渋谷の駅前で中心にしてですね、量子技術を結集して社会問題に勝とうという感じで、まあ、量子コンピューターは量子センサーとか、まあ、量子暗号とか何でもいいんですけど、まあ、量子系の技術を渋谷でコンタンバレーっていう形で量子コンピューターの企業を集めた形でやろうかなっていうので今立ち上げました。で、これ立ち上げたんで、まず第一期は起業したい人とかインターンしたい人向けに、まあ、量子コンピューターの技術をですね、まあ、伝承するじゃないですけど、まあ、講義を6回分行って、まあ、ちょっとテーマごとにですね、技術を使ってもらうっていうところの実践的なトライアルまでやるっていうふうなプログラムだったんですけど、まあ、結構全国からですね、応募があったんで、まあ、結局東京に渋谷に集まることはできなかったですね。なんでかっつうと、もう全国に散らばってるんで、簡単に集まれない。あとはちょっといろいろな事情があってですねこのプロジェクト自体はこう渋谷クォンタムバレーとして始まったんですけど、ちょっと着地点がちょっと変わりそうなんで、これはもう着地が変わったタイミングでまたお知らせします。別に悪い話じゃないですね。しかもまだクォンタムバレー受けてる、インターン受けてる人たちにはまだ告知してないんですけど、結構いろいろ話がちょっとエスカレートしちゃって着地点としてはちょっと大げさな着地点になっちゃったというのがあって、まあ、スタートはこう渋谷コンタンバレーですね。実際うちの本社は渋谷にあるんで、渋谷で自由に使えますんで、まあ、もし興味ある人はまたお声掛けください。で、またいくらでもあるんですけど、なので、その渋谷コンタンバレーっていうのは起業したい人とかインターンしたい人で、まあ、採用したりとか起業したい人には投資しようかなと思ってますんで、量子コンピューターで出資したい、してもらいたいっていう人は、まあ、渋谷コンタンバレーとかに、まあ、参加してもらうといいんじゃないかなっていう形ですね。で、次が NVIDIA Q コンタンですね。なんで、まあ、この2022年からは、まあ、量子コンピューターの本体だけじゃなくてで GPU シミュレーションですね、まあ、つまり量子超越といって Google が1万年かかるって言った計算って、今ほとんどスパコンと量子コンピューター同じぐらいまで速くなっちゃったんですよ。スパコンの計算がソフトウェア工夫して、でそのソフトウェア工夫するっていうところに今すごい重要なのが、その NVIDIA の GPU になっていて、まあ、ディープラーニングで培ったような計算ですねを使って、まあ、NVIDIA はすごい Q コンタムに力を入れてるんですよね。で、そうすると2種類の計算があって、ステートベックシミュレーターとテンソーネットワークシミュレーターっていうのがあって、ステートベックシミュレーターっていうのは今まで従来型なんですけど、従来型なんですけど、GPU を増やすとめちゃくちゃ速くなるっていうのはだんだん分かってきちゃって。で、しかもこの技術は日本で作ってるんで、日本の技術っていうか、NVIDIA の日本チームが作ってるんですよね。で、テンソーネットワークの方も、やっぱ、詰めば詰めほど速くなっちゃうんで、まあ、簡単に言うと GPU をたくさん積むと量子コンピューターの計算が速くなるっていうまあシンプルな商品がありまして、まあ、この2種類のシミュレーターの使い分けだったり導入方法だったり、あとまあマルチノードですね。なんで GPU を複数使ったりっていうところにまあちょっとコツがありますし、まあ、マシンにさっき言った通り環境だけ構築してもどう使えばいいかとか、そこまで分かんないんで皆さん、まあ、この導入支援というところをやってます。で、かつこの GPU ってなると今度うちだけで完結しなくて、やっぱ GPU を売ってる会社さんの方も最近機械学習とかやっぱ一段落とかちょっとしてると思うんで、今度はやっぱ量子コンピューターを売っていきたいっていうところで、量子コンピューター関連のまあ引き合いが非常に多いっていうのがあって、こういった GPU を販売してる会社さんと一緒に、まあ、今後はまあ GPU を販売するっていうところがまあかなり重要なポイントになるし、その時に使われるソフトウェアの Q コンタムっていうのを、まあ、国内では使ってる会社がソフトウェア会社はうちしかないんで、まあ、ちょっとかなり忙しくなってきてるっていうのがあります。で、次がですね、コンタムビジネスマガジンですね。なので全世界の量子コンピュータニュース、日本ってすごい狭い範囲でニュースを見てるんで、そうじゃなくて全世界から量子コンピューターのニュース取りたいねっていうことで、アメリカのクォンタムコンピューティングレポートというところを提携して、日本語翻訳してですね、提供してるんですね。かつ、ついでに、世界の量子コンピューターのスペックとかを載せた量子コンピューターデータベースっていうところを日本語翻訳して今これ販売をしています。なので月額2万円で年間24万で、個人の方は月額2000円で 2.4 万円で販売していて、まあ、これが結構人気あるんで、結構データベース化とかシステム化っていうのは今ちょっと急いで開発してたんですけど、
とにかく全体が忙しすぎちゃって、ちょっとビジネスマージンの方もなんとか頑張ってるんですけど、システム化っていうのはちょっとずつって感じですね。なのでこれもかなり仕事としては伸びて、まあ簡単に言うとメディアですね。で次は東京大学量子ソフトウェア寄付講座ですね。やっぱり量子コンピューター使うの難しいっていうことで、企業群はどこに相談すればいいかって分かんないじゃないですか。うちみたいなそのヘッポコベンチャーに来られても、なんかベンチャー怪しいしよく分かんないみたいな感じで、そんな大手がそのベンチャー企業、まあ最近はスタートアップでいいんですけど、そこまで頼れる存在かっていうと、まあうちも頑張ってるんですけど規模的にはちょっときついですよね。まあそこで、まあ量子コンピューターの寄付講座という形で東京大学の方に、まあ簡単に言うと理学部の1号館の9階の方に量子コンピューターの研究室が開かれました。で、まあ、東京大学の理学部1号館の物理学科なんで、まあ、物理系の大学院なんで、まあ、本格的ですよね。なんで量子コンピューターの社会活用をしたい企業の方が今10社ぐらいですね、そこに集まって、まあ、量子コンピューターの講座をですね、学生向けにやったり、その企業向けですね、自分の社内の量子人材の育成のために使ったりとかっていうのをしてますし、まあ、たびたび社会人講座ですとか、あとシンポジウムだったり、学生向けだったり、企業向けだったりっていうのを結構講座をやってるん で、うちの方も最近ですね、うちの研究者の方を、まあ、東大の方に、共同研究員という形で、弊社の研究者の方も、東大の方に席をですね、置いてもらって、まあ、共同研究という形で、東大とうちの方で共同研究するっていう機会も増えてきました。でこれの東京大学の量子ソフトウェアの寄付講座の国旗がうちなので、まあ、ちょっと運用しなきゃいけないということで、こういった大学のですね、研究室の運用っていうのも、まあ、企業から手伝っているというのがあります。で次がですね、またこれまた伸びちゃってるってちょっと大変なんですけど、ノーコード量子コンピューターアプリといって、量子コンピューターの SDK を作ってるんですけど、ソフトウェア開発キットって Python というプログラミング言語でできるんですよね。なんで、プログラミング言語できないと開発できないってなっちゃうんで、プログラミング言語を覚えた上に量子コンピューターを覚えてもらって、そこから専門的な知識を得てソフトを作るって、まあ3年がかりとか4年がかりになっちゃうんですよね。じゃあ、そのプログラミングのところ飛ばせないかっていうことで、これも結構ですね、大学生とかにも使っていただいてるんですけど、まあ、ノーコードアプリって、でプログラミングなしで必要な計算だけを全部インターフェースでやってくれるってですね、つまりマウスとかタッチパネルとかでだけでやってくれるっていうのが作りました。これでノーコードって言うんですけど、まあ、簡単に言うとプログラミングしなくても OK で勝手にやってくれる。でグラフも計算もやってくれるし、グラフ化もくっついてますね。でかつ量子回路も自動的に作ってくれるし、まあ、簡単に言うとプログラムを勝手に作ってくれます。なのでプログラムはコピーベースでは OK と、こんなのがあります。なのでこれもノーコードもすごい流行ってるんで、まあ、うちの方で複数のノーコードアプリを今作ってて、まあ、使ってもらって、これから人気ですね。学生とかに、論文発表とかで使ってもらったりとかしてますね。であとはあるのがですね、調査ですね。量子コンピューター業界よくわかんないから会社として調査したいんだけど、いろんな文献読めないし、なんかもう何が何だかよくわかんないからということで、まあ、レポート作成依頼っていうのを受けます。コンサルティングサービスですね。まあ、継続的な調査っていうことで、まあ、レポートですね。で、うちの方もコンタビネスマガジンってメディア持ってるんで、非常にニュースをたくさん持ってますし、最近はメディアで、なので、メディア対応っていうことで、メディアパスもらえたりとかするんで、カンファレンスとかで。なので、メディアを持ってるっていうことは強くて、メディアとして、海外のカンファレンスに呼ばれたりとかっていうのが、あと記者会見に呼ばれたりっていうのが結構あるんで、まあ、情報が手に入るっていうことで、こういった調査っていうのが非常に増えています。はい、で次がですね、最初のスタートアップに近いんですけど、教育サービスですね。企業内で量子コンピューターの教育をやりたいとか、学生向けにやりたいっていうことで、まあ、カリキュラムベースとして、まあ、うちの方でその会社のカリキュラムを立ててあげたりとか、まあ、そういったオーダーメイドで、ね、教育サービスをやっています。あとはですね、機械学習とか深層学習の受託開発ということで、もともと NVIDIA のインセプションパートナーって NVIDIA の機械学習系のパートナーなんで、量子コンピューター以外の機械学習も結構強くて、まあ、結構その機械学習ベンチャー、AI ベンチャーと呼ばれるところと競合してプロジェクトを、まあ、コンペで取ることも結構多くて、例えば結構名だたる有名な量子コンピューターじゃないですね、AI ベンチャーですね、超有名な AI ベンチャーいっぱいあると思うんですけど、例えばそういったベンチャーを10社集めるわけに、まあ、国プロとかだとコンペになるんですよね。つまり、提案書と面接とかになった場合に、10社でなぜかうちが選ばれてるとか、
AI ベンチャーにも勝てるということで時々ですね。なんで、まあ、そういった機械学習、量子コンピューターじゃない AI のプロジェクトもよくやりますね。で、あとはやっぱどうしても量子コンピューターのベンチャーなんで、まあ多いのは光量子コンピューター、そして特に光量子コンピューターソフトウェアやってる会社って日本でうちしかいないんで、光量子コンピューターのプロジェクトは、あのソフトウェアに関しては例えばうちに行きます。あとは量子アニーリングもまだあって、量子アニーリングのとか有量子アニーリングの会社って日本に何社かあるんですけど、これはちょっとなんでうちに来るか分かんないですけど、まあいろいろな兼ね合いで量子アニーリングとか疑似量子アニーリングっていうところの開発も起きます。で、最近やっぱ力入れてるのがアプリストアですね。なんでこういった SDK を使ってもらって、まあアプリ作りたいっていう人と使いたいっていう人をまあつなげるっていうことで、うちももう8年ぐらいやってるんで、いろんな会社がこういったアプリが欲しいって大体要望が固まってきてるんで、まあ、そういったところもですね、オーダーメイドで150万とか300万とか500万とかかけてアプリ作るよりは100万円で買ってもらった方、出来合いのものを買ってもらった方が多分幸せになってきてる状況なんで、まあ、そういったアプリストアっていうところもビジネスとして今ちょっとやってるって感じですね。で、まあ、とにかく動きが大きい業界ですし、まあ、いろんなことやってるんで、もう何でもかんでもやんなきゃいけないっていう正直状態ですね。資料とか教育が足りてるかっていうと、まあ、全然足りてない状態だと思うんで、まあ、うちとしては人を結構割いてきたんですけど、まあ、最近だともうキリがないんで、まあ、アプリ化だったり動画化っていうところを強化して、まあ、こういったビジネスっていうところをですね促進していきたいと思いますんで、まあ、量子コンピューターベンチャーですねやりたい人は、まあ、こんな感じのですね、まあ、業務内容やってるんで、全部を今からやるっていうのは結構大変だと思うんですけど、アプリだけに特化したいとかってあると思うんですけど、結構いろんな仕事来るんで、まあそういったところにですね、チャンスを求めるのもいいんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ今日はちょっと量子コンピューターの仕事の紹介っていうことで、1回分動画を撮らせていただきました。はい、ありがとうございました。